充電させてもらえませんかっていう番組があるじゃないですか。あれでここなんか来たみたいですね。あの僕の友達のサーファーがあの浜にサーフボードを置いてたら、で出川達郎さんがその上をあのまたいでなんか歩いてたみたいなことをなんか本人がなんか喋ってましたよ、気がします。正面にね、あの見えますか、灯台が見えますよね。これが裕次郎灯台になりますね。ちょっと近づいてみましょう。わあ、近づいたな。近くに寄ると迫力あるな。で、あ、なんかやばい、近づいてきた。ちょ、近づいてきたよ。怖いよ、怖い。海の男裕次郎を偲んで葉山灯台書店、平成元年7月17日って書いてありますね。鳥居が見えるんですけど、あれがあの名島っていうやつですね。で、この正面にちょっと今日はね、霞んじゃって見えないけど、富士山がドカンと見えて、そのちょっと右側の方に、江ノ島が見えるって感じですね。で、沖合はね、あのうねりがどんどん入ってきてるんで、この沖、この先はね、ちょっと危なくてちょっと近づけないですね。違いますよ。ドカーン。来た。ヒーフー。わお。すごいぜ。おお、飛んでた。